皆さん、おはようございます。ーティーンである脈を巻きにてくケです。鶴岡おうち午前行事編いきます。お正月はいろいろありますけども、1の禅はゆり根のあんかけ、にしめ、酒のこみそ、漬け、小漬け、雑煮餅、ハリハリ大根ですね。2の禅は黒豆、昆布巻き、金瓶ごぼう、唐揚げ煮、油好みの炒め物ですが、他にも納豆汁に、ケノコ汁、まずら汁、いろいろありますね。鏡餅も満載、はい。あとは七草といえば七草がいる当然ですね。 ビ開きは雑儀とか、ナマスとか、ゆり根のあんかけなどいろいろあります。まあ、蔵開きですね、今のは。はい。胡正月は醤油餅とか、いろんなお餅が出ますね。はい。まあ、どれもうまそうなものが満載。食べたことあるもの満載。鮭の味噌焼きもうまそうですね。はい。紅白ナマス、ヒズのナマスもうまそうですし、その他卵、もう卵寒天、栗きんとん、ニシ式卵うまそうです。 節分はやっぱり豆まき、どこの日も多いですね。初はですね。はい。小豆ご飯とか赤飯、油揚げや、その他ものもの、芋菓しいろいろありますね。はい。丹後の節句はひな菓子が有名で、まあ水羊羹かあとは和え物とかいろいろですね。朝月の味噌、酢味噌和えがおすすめ。はい。春日川はやはり、えー、 ボタ餅が有名。白玉団子とかいろいろ。あんかけとか酢の物の、あえ物系もいいですね。以上です。バイバイ。